はい、皆さんこんばんは。カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。今日も携帯で撮っています。ハンディカムは持ってきているんですが、 SD カードを忘れたね。で、昨日この携帯で撮って、スマホで撮って、十分ですよっていうご意見も頂戴して、で、反面一人だけ雑な作りに見えました。すいません本当にね。まあいつもと同じなんだよ。撮る機材が変わっただけで、僕の場合編集もしないし、そのまま自分が何分間喋って話が終わったら終わりという、まあそんな感じのカズチューブの特徴なんですが、まあオフになって秋になったら僕もちょっと編集勉強しますんで、それまでちょっと待ってね。まあこういうのもいいでしょね。もっと素の喋りだけでということで、まあちゃんとできないのであれば毎日配信しなくてもいいみたいなこと言われましてね。雑なものであればね。そうかと思いながらも、まあじゃあ僕が毎日配信しないでもいいと言われるんだったら、僕から言い返すと毎日見なくていいじゃんという世界ですからね。それだけ返しておきます。で、普通に今日は始めます。今日はオリックス・バファローズさん、まあ今日もですね、メットライフドームでライオンズ戦でした。6対6の引き分けに終わって、今日のこの引き分けを皆さんはどういうふうに捉えます？まあ負けなくてよかったと思うのか、いや勝てたよと思うのか、これ今日難しいですよね。まあいい形でこう先制をして、で、こう追い上げるライオンズに対してこう突き放してという中で、5回の表終わって4対2というスコアでリードしていたのね。で、まあその裏、5回の裏ですよ、まあ、3点失って逆転されてしまうんだけども、竹安投手も1回、2回とちょっと苦しいピッチングだったんだけども、3回、4回となんとかしのいで、まあ、5回満塁というピンチを作っちゃった。まあ、フォアボールもあってね。で、そこで、出たピッチャーが金田投手。金田投手がまあ2本打たれちゃうんだよ、タイムリーを。で、3人ランナー出したのは竹安。だから、自責点も失点も全部竹安投手についちゃう。なんかね、野球って理不尽だよね。まあ、そんな形で3点失う。まあ、ここもね、まあ、3点、まあ、2点までだったらと思ったんだけども、まあ、3点になっちゃいました。で、まあ、これで5対4とひっくり返されて。で、ポイント今日ね、一つね、やっぱりもったいなかったのは6回だと僕は思うんですね。ツーアウトランナー3塁、ピッチャー阿部投手がマウンドに上がって、バッター栗山選手。栗山さんって絶対打つじゃん、オリックス戦に。ね、でも嫌な感じもしてた。で、次のバッターがスパンジェンバーグだった。ね、あまり栗山選手と比べればスパンジェンバーグ選手の方が組みしやすいのかなとイメージは、まあ、素人目にはあった。でも、現場の判断は栗山勝負ということで、ショートの横痛烈な当たりですよ。ショートのすぐ横、グラブに当てて紅林さんが取れませんでした。記録はタイムリー内野安打ね。まあ、強い打球ではあったんだけども、すぐ横、まあ、こんなこと考えちゃいけないんだけども、安達良一選手ならどうだったんだろうかと思ってしまう。だから、やっぱり紅林さんはこれからね、今成長の途上なんだけども、そう思われないような選手にならないといけないよね、やっぱりね。で、あの辺りを取ってショートっていう感じはするんだけどもね。まあそれがヒットになって6点目が入った。2点差、これが地味に痛かった。でも本来ならばっていうか、去年までのオリックスならば、まあ、ここでもうジ・エンドっていう感じはあったと思うのね。ところが8回よ、ランナーを置いて、さあ T 岡田という場面だったんだけども、ピッチャー左に変わって、そこで中嶋監督勝負を仕掛ける。今日ロメロを温存していた。ロメロをピンチヒッターにコールして、見事にレフトスタンド上段という当たりね、完璧な当たりだった。もうロメロ本当よく帰ってきてくださいましたという感じで、まあ、ファームでもヒット4本、16打数4安打打ってて、シングルが2本とツーベースが2本だったのね。で、ホームランなかったんで、久しぶりのこのオリックス1軍でのホームランですよ。で、この一発で同点に追いつく。よし、いい流れが来たんじゃないかと思いましたね。でも8回にまたピンチ、村西投手がマウンドに上がってピンチを残して、満塁で山田がマウンドに上がる。山田投手が対スパンジェンバーグ、これスリーツーまで行くんだよ、これね。最後はちょっとスライダーが抜けたんだけども、それが逆に良くてスイングアウトの三振ね。もうここヒヤヒヤだったでしょう。で、9回の攻防ですよ。で、9回は
まあ、チャンスを作るのね。ノーアウトランナー三塁一塁で、まあ、その後満塁になってワンアウト、バッター紅林、もう絶好のチャンス。さあどうやってこの1点を取りに行くのかって僕は注目して見ていたんですが、まあ、普通に打っていきましたけども、最後もね、難しい、まあ、ボール球でしょうね、選べばという球を、まあ、無理に打っていって、相手ピッチャーも苦しい場面だったのでね、まあ、しっかりこう見極めてほしかったなという場面でもあったんだけども、まあ、それが結局ファーストの併殺打、3-2-3のゲッツで、これでチャンス潰れて嫌な予感がするじゃん、ね、9回の表にそんなチャンス潰すと。で、9回能見投手がマウンドに上がって簡単にツーアウトを取った。お、これはもうなんかそのままかなと思ったら、フォアボールと、まあ、アンラッキーなヒット、ポテンヒットでランナー3塁1塁、まあ、その後盗塁もあって2塁3塁になって、最後源田セカンドゴロ、これは太田選手が素晴らしいプレーをした。うまく前進して1塁へ思い切っていいボール投げた。ヘッドスライディング、際どいタイミングだったけども、まあ、リクエストしてね、まあ、リプレイ検証で、まあ、ビデオを見る限りはアウトですよね。太田亮選手のナイスプレーで、なんとか、しのいで勝ったと、勝ったじゃない、引き分けに持ち込んだというゲームでした。まあ、だから、本当こう球際っていうのはすっごいこれ重要だよね。だ、昨日の例えば宗選手のランニングホームランにしても、金子選手が飛び込んでいってもあとわずかっていうところでしょ。だから本当そのあとわずかのところの、まあ、せめぎ合いっていうのがこのプロなんだね。それを、まあ、取るか取らないかっていうところで本当に大きく変わってくるんであると思うんでね。だから、まあ、守りの、まあ、重要さっていうのも今日やっぱり見えてきましたよね。まあ、そこを本当もう、よくこれ、森脇前監督じゃないな、元監督がおっしゃっていましたが、守りはノックを受けることによって絶対上手くなるんだとおっしゃってました。だから、まあ、その辺をね、やっぱり磨いていって、この球際の強さを本当高めていってほしいなと思うわけであります、今日のゲーム見ていてね。で、明日は、この3連戦の3つ目のゲームということで、今日負けなかったんで、この3連戦、初戦取ってますから、この3連戦の負け越しはもうないんだ。ね、まあ、今日勝って一気に5割という思いもみんなにはあったと思うし、僕も一瞬5割かと、ちょっと気持ちよぎった時間帯もあったんだけども、やっぱりそんな甘くはないね、パ・リーグ、という感じはしましたね。で、まあ、明日は、負け越しがないという一つの心の余裕を持って、山本由伸投手にはマウンドに上がってほしい。で、明日相手ピッチャーは今井でしょ。またそう簡単には点取れませんよね。まあ、だから、山本今井の投げ合いという中でどんなゲームができるのかということになっています。まあ、前回今井投手がね、京セラで投げた時は、終盤に宗選手が決勝ツーランホームラン打ってね、試合を決めた、試合がありましたんでね、まあ、そういう展開に持っていければということ、まあ、先にこうしっかりと山本投手を援護して、あげることができれば、かなりこのね、勝つ確率というのも上がってくるものと思われます。さあ、明日もそうですね、デーゲームということ、まだまだオリックスの関東遠征続きますが、いい形でまずはメットライフ、所沢のゲームを締めてほしいなと、思いますね。で、僕はまた明日朝から、今日よりちょっと朝早くて、明日5時前起きぐらいですよ。で、行って、明日はね、カージナルス対メッツ、カージナルスメッツってそうやらないんだよね、日本人いないから。だからメッツのデグロムっていうすごいピッチャーが明日投げる。今メジャーリーグでもう1、2を争うという、ナ・リーグの4月のピッチャーオブザマンス、に選ばれたピッチャーなんでね、デグロムのピッチングに期待という、まあ、そんな感じです。明日もメジャーリーグ、あさってまでメジャーリーグ、あさってはダルビッシュが投げる、パドレス対、パイレーツの一戦をおしゃべることになっております。まあ、それが終わって、帰るでしょ。で、帰って木曜日に帰って、金曜と日曜がファームのゲームよ。ねえ、怖いね。今日はまあファームゲームなかったんだけども、11連敗中、ファームね、大変ですね。まあ、これがどうなるかということと、土曜日は僕熊本に日帰り、朝一の飛行機で帰ってきて、夜の飛行機で帰ってくる、ジャパンラグビートップリーグのプレーオフトーナメントの準々決勝、トヨタ自動車対 NTT ドコモの一戦をしゃべるということなんで、まあ、もう日曜日まではもうずっと毎日何かしゃべってます。
頑張ってしゃべります。その勉強をしなきゃいけない。で、これが終わったらまた、アップしながら、ね、勉強したいと思いますので、今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。まあ、東京に来ても外に出ることできないんで、まあ、ちょうどいいんだけどもね。はい、そんな感じで、近くのホテルの近くの、公園で、なんかモデルさんを呼んでの写真撮影会で、やたらさっきはにぎわっておりました。以上、東京から今日もお前がお伝えしました。最後までご視聴本当にありがとうございます。明日は勝てばいいね。頑張れ、由伸。